条約の批准、署名状況、署名及び批准条約に加盟を浅き市でど署名のみ全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約は、季節労働者も含めた、そしてその職種を問わず全ての国外からの移住労働者とその家族の尊厳と権利を保障するための国際人権条約である。この条約は、 搾取や差別といった不当な扱いを受けたり、劣悪な待遇の下で働くことを余儀なくされている。外国出身の移住労働者の権利の擁立と確保を目的に1990年12月18日に国連総会で採択された。まず条約の全文においては、国際労働機関の一連の国際労働条約と、韓国の原則と国際連合教育科学文化機関の教育における、 差別を禁止する条約の原則の重要性が再確認され、非正規な地位にある労働者が、しばしばその他の労働者よりも不利な条件で雇用されていること、及び、ある種の雇用者が、不公正競争の利益を得るためにかかる労働力を求める誘引を見出していることを考慮し、また、もし、すべても移住労働者の基本的人権がより広範に認められるならば、 非正規にある移住労働者の雇用に頼ろうとすることは思いとどまらせられるであろうことを条約採択の根拠として明記している。本文の第68条においては不法滞在者の予防と除去の必要性を掲げながらもそうした人々の安全や社会的権利が確保されるよう、そして第8条から第35条においてはそうした人々や身分証明書を持たない移住労働者や その家族の権利、社会保障、雇用の非正規制により制約されない緊急医療を受ける権利も含むについても規定している。第34条では移住労働者とその家族が経由国と雇用国の法律や規則に従い、居住国の文化的アイデンティティを尊重する義務を明記している。2002年9月に開かれた国際連合安全保障理事会を含めた国際連合の改革を訴えた。 国連総会において、当時のコフィー・アナン国際連合事務総長は、人権、とりわけ社会的少数者、女性、子供、移住労働者の人権の各国内での保護機関の必要性と、国際連合人権高等弁務官事務所の果たすべき役割についても訴えた。また、この条約は障害者権利条約の全文においても、言及されている。 この条約は2003年7月1日にエルサルバドルとグアテマラの批准によって発行した。2019年12月時点における批准国はフィリピンをはじめ北アフリカや南米諸国を中心とした55カ国である。アルバニア、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナを除く欧州評議会加盟国やアメリカ合衆国、カナダ、そしてオーストラリアや 日本も含めた全ての先進国は移住労働者の増加による国内の失業や治安の悪化などを懸念して2017年4月現在も署名も批准も行っていない。ありがとうございます。